そういうもんじゃない、言いたい。ちょっと端に入っちゃってんだよね。あーすごい。はい、どうもゆうやです。はい、こめです。はい、セルフです。今日はなんと歌舞伎座に来ました。イエイ。歌舞伎座とは関係ないんですけれども、一組だけしか、ね、はいはいはい、受けることができないというサロンさんに今回お邪魔させていただくんですけれども、皆さん肌のケアとかどうですか？肌のケアは俺もほんと何もしないからな。しなそうだね。私やってるんですけど、フェイスラインがどうしてもね、荒れる。荒れちゃう。マスクかな、わかんないけど。ああ、確かに、ね。そういうのもね、よくあるよね。解決できるということで。おお、せーの。はい、ということで、プライベートサロンの関谷さんに来ました。イエイ。早速やっていきたいと思うんですけれども、うんうん、あの前回僕、一回来てるんですよ。一回だけちょっと僕も体験させていただいて、これすごいなと思ったんですよ。俺これね、実はね、これ買おうと思ったの。これ、うん、これめっちゃいいよね。これめっちゃ欲しくて、これあれでしょ、服かけてアイロンとかホコリとかも気に入ってきますみたいな。はい、ということで、今回プラズマシャワーを体験するということで、うん、簡単に説明していきたいと思うんですけれども、うん、まあ、僕は体験したことがあるんですけど、肌の殺菌を除去し、必要な成分の吸収を助けるんです。はい、そういうことでね、皮膚の表面に吸収された低温帯気圧とプラズマが美白をして、コラーゲン生成など、皮膚をトリートメントしていくそうです。おどっちかが受けるんですけども、どっちがいいですか？じゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めます。はい、じゃんけんじゃんけんぽい。はい、しょしょ僕ですね。なんで負けた方がいい？好きになっていただいて。はい、ということで今ちょっと予約待ってるんですけど、うん、ちょっとその間にもう一個体験できるものがあって、うん、最近流行りなんですけど、うん、僕個人的にもめっちゃ欲しくて買おうって思ったんですけど、うん、電気バリブラシ。電気バリブラシって名前だけ聞いたことあって、うん、ただどういうものなのかよく分かってない。なんかすごいんですよ、とりあえず頭とかにも使えるし、うん、あの顔にも使える、うん、その小顔にもなるし、うん、とにかくこれ1台あればたくさん綺麗になれるものが、ね、これいくらぐらいなんだろうね。これね、20万、うん、え、怖い。いきますね。あ、ピリピリしますね。痛い、ピリピリ痛い。これを恋愛してるこれどうする、なんか思わぬ以上に本当に気持ちいいみたいになっちゃった。いや、ちょっと待って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 。痛い。はい、ということでね、こちらの電気バリブラシっていうのをね、ゆうやしちょっと見てもらいたいんだけど、20万円もするブラシで、さっき俺らちょっと試したんだけど、めっちゃ気持ちくて、これ今流行ってんだって。これを頭皮とかにもこう当てればこうできるんですよ、こうやってね。気持ちいいじゃん、うん、ね。ちょっとじゃ あの失礼します。頭皮からじゃあ出てきますね。はい、ということで次体験してもらうものは筋膜リリースです。イエイ。筋膜リリースは何か説明をお願いします。筋肉を動かしてあげて血流を良くすることでスムーズに動くように今から調整してあげるものです。なるほど。これやったんですか？したら背中の可動域がめっちゃ広がった。あ、マジ？ただ一個だけ言わせてください。俺裸 NG なの。裸 NG 言うてんのにさ。筋膜って言われてますけど、彼筋ないです。で、電気流しやすくするために今から体にジェルを塗りますね。うわ、電気を流しています。なんか感じますか？あー、すごい。すげー、これ。体勝手に動くっしょ、うん、こことここを触ってあげることで電気で筋肉を動かしてあげてます。ちょっと端に入っちゃってんだよね。一人すごいっす、これは。
はい、ということで筋膜リリース、お疲れ様でした。いやお疲れ様です。これマジ超すごい。俺人生で一番感動してる。本当に、うん、いやでもね、本当にめっちゃいいよね。いやめっちゃいいです。軽いんですよ。めっちゃ効くしね。走れます最近俺すっごい寝ちゃうんですよ。多分寝ても寝ても疲れが取れない感じだったんですけど、もうこれ多分もう全然寝なくていいですそれは寝てくれ。今回なんか上だけだったんだけど、足とか、うん、なんかそこも全部やってくれる。足もいいと思う。僕ら一人忘れてるんですよ。そうでした、そうです。すいません、本気で寝てます。寝てますね。あれちょっと待って、最高です。最高でした。もう野生じゃ体験できないようなことばかりで本当にどこで何してたんだリモートとかさ、そういうご時世じゃん。だからこそ、うん、絶対俺こういう風に来た方がいいと思う、うん、ほぐしに。あ、ほぐしにね。そう、じゃないとダメだと思う。どなたでも来れますので、うん、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。